ピアキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。ちょっと想像以上に規模かったからやり直しするわ。はいどうもピアキングです。今日もトロールコースト一発やべ、さっきの何が悪かった。はい、今日もドロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のドロールコースバザーズヒューリーということで、クッパは激怒しているということでしょうか。で、このコースワゴンスターのコースなんですけど、説明文にスティーボメイドワントロールインディスレベルって書いてるでしょ。だからスティーボさんっていう方が作られたコースだと思うんだよね。そのスティーボさんも海外のトロール制作者で有名な方で、めちゃめちゃ面白いコースを作ってくれるのよ。だからこれは期待大だね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 いや、最近オープニングあんまり作ってないけど、コースに入るまでめちゃめちゃスムーズ。やっぱり動画ってこうあるべきだと思わない？というネタ切れの言い訳をしておく。急になんか来てんな。そんなものに騙されるか、開幕無機物。毎回毎回開幕なんちゃらとか何百回叫んでる。こっちまで来るのね。上の雲が1個残ってたからここに乗っておこうか。当たるかい。こっちまで来るのねとか当たるんかいとか、そんなことばっかしか言ってきてる。実況として終わってきてんな。じゃあオンオフした瞬間上に行くと思う。だからヒップドロップと瞬間すぐ右を進歩だ。ジャンプしていいのか。ガチブロックとかないのか。あるかい。もうちゃんとやっていく。もうほんとちゃんとやっていくから。もういつも語彙力ゴミかもしんないけど。ならここはヒップドロップした瞬間左を進歩でいいのかな。早く進まか。全くもって進み方がわからんぜ。ヒップドロップして何もしないでみようか。あ、これでよかったんだね。そして右には砲台の被り物。この土管何なんだろうな。なんとか撃っておこうか。あ、もしかしてここ。やっぱりね、俺を騙そうなんてそう簡単にはいかねえぜ。さあ弾よ、行こうか。弾だけに弾。なら弾を出さないで透明土管に入ろうか。で、上の場所でオンオフがあったから、ここでオンオフすれば先に進める。で、左下にワープブロックあるけど絶対罠だぞあれ。矢印が怪しすぎるもん。で、右下にはキラーがあるから、あのキラーを取って右に直行だ。俺を舐めるな。ただいまー。かっ、あっ、あっ、いってらっしゃいませ。素直にこのワープブロックに入ればよかった。いや違うんだって。次こそちゃんとあのワープブロックに入るよ。見てて。ここでくるくる。最初からここに来ればよかったのか。でこんな。なんて日だ。あのワープブロックの先さ、キラー放題持ってこいって感じじゃなかった。一旦耐久しろみたいな感じかな。ここで壁キック。ほんとこんなやり方でいいの。でもう一回紙ピンク。なんかあんなここに。もうね、この意味わかんない待機をしなくていいって分かった時点ですげえ楽だね。ここに砲台が出てくる。で、この状態だったら先に進めると思うんだよな。さあここで A ボタン。中間ポイントなんじゃねえか、これ。やっちゃう。みんな中間取ってないと見えるでしょ。僕は気持ちで取ってるね。さあここでクリボーの被り物をかぶって、これを押していいと思う。絶対やられるような感じかしね。でも叩いてみる。どうなるんだ。ですよね。よし、次こそ中間取っていくよ。この辺でブレーキすれば大丈夫。オッケーオッケー。今日中間結構早いね。もしかしたら短いコースなんかもしんない。で、ここのクリボーの被り物かぶってさ、びっくりブロック叩いたらワンチャン鍵が手に入るかなと思ったけど、そんな簡単にはいかなかったね。ただ下に落ちてくるだけっていう惨めな姿を見させてしまいました。そしてこれは右に進んでいいのかな。あ、このドンケツの下ブーメランあるよ。一旦取っておこうか。このブーメランを取って、なんか嫌な音楽流れてんな。ちょっとドンケツこっち来ないって。え、これ先行けるかな。え、ちょっとどけ。何やって、ドンケツ動かって。そしてクリームをちょいちょいこっち見んだって。ふざけるな。え、これどうやってやられるんだろう。ちょっと左行かせろって。なかなか左に行けねえな。オッケーオッケー。そしてこの土管に戻れば簡単にやり直しが効くっていうわけじゃないよな、絶対に。もういい加減にしろって。いや、やっぱドンケツって面白いね。いろんな使い道があると思わない？じゃあこの矢印のところで一旦ヒップドロップしてみようか。何も出ない。上にも行けないってことはこの雲をどんどん下れっていうことなんじゃない？で、ピョン中に当たったのかな。今なんで当たったの。下には栗まんじゅうが2体いるよ。このダブル栗まんじゅうが。いや、ほんとね、スティーブさんっていう方はこういう見て面白いような罠を作ってくれるからめっちゃ好きなんだよね。で、次はここに隠れておこうか。多分ここだったら大丈夫なんじゃない。そしてこの鍵を取ってさ、もうドンケツなんか無視だ。ジャンプ絶対しない。すぐに鍵を取って。情けねえ声出すな。もう怒ったもんね。ドンケツよ、一生そこであがいてればいいさ。
完全に舐められてる。でもいくらでもかかってくるがいいさ。いくら舐められた行動を取ったって僕は快感でしかないんだからね。さあさっきのワープブロックのところに戻ろうか。多分これで先に進めると思うんだけど、これどうすんなんで。なら土管から出たらすぐにワープブロックに入ろうか。なんで今度はボムヘッド爆発したんだろうね。でこれどうやって行けばいいの。P スイッチを踏んでくれるみたいな。いやちょっと待って、あいやなんか貫通してきてないこいつ。じゃあこのキラー砲台取っていけばいいと思ったんだけど、いやまだ生きれるよ。やっぱりバグが出てきたね。まさかアリヘイが壁を突き抜けるなんて思わないよな。じゃあここはすぐ下に行って左に行ったらダメってことだったよね。上の50個いすげえ怪しいな。取りたい気持ちもあるけど、あピーターンの 250% パウダー美味しくない。砲台が出ると分かってても上が気になるもんは言ってしまうんだ。何がある、何もねえじゃねえか。おふざけはもう終わりだと言いたいところだけど、この50コインを取った瞬間すぐどかに入る。 OK。 あ、ちょっと待ってちょっといいじゃねえか。どっちが先に力つけるか勝負だ。はい負け。右行く。そしてこのまんまさっさ右に行けません。くっそ、こんな初歩的な罠に引っかかってしまったぜ。じゃあ隠しブロックを叩いてすぐ土管に入ろうか。上の石H もすげえ怪しいんだけどね。で中間ポイントが下に見える。いやしかし鍵持ってなくない。待ってたら手に入るみたいな感じかな。この場所は何もない。じゃあどこに入るか。いや絶対やられる予感しかしねえ。何がある、そこか。ならここは何もしないで P スイッチが切れるのを待っておいたら鍵が手に入る。で素直に中間ポイント取らせてくれるのかい。下の方に行くのかい。下の方に行ったね。じゃあ何もしない中間ポイント、よしよしよしあとはゴールのみだよマリー。ならここはブーメランをジャンプして取って砲台をどっかやれっていうことなんじゃないかな。さっきは右行けなかったけどこっちは何もないのか。ならさらばだ砲台よ、地獄へ落ちろ。ブーメラン出す。で下から行っていいんじゃない。これで砲台かすれるでしょ。でここ隠しブロックあるんじゃないのかな。ないね、危ないね。急に戻ってくるなんて僕の反射神経を流るな。さあ次はユアーからのダムって書いてんのかな。ここ下さ雲に紛れてブーメランがあるよ。そんなに引っかかったね。これさ湯はダムって書いてるじゃん。気になって調べてきたんだよね今グーグルで。そしたらあなたはバカですって意味らしいよ。上等じゃねえか。こっから僕はバカじゃないっていうところを見せてやるぜ。このびっくりブロックを叩いてチービーになる。でこれはジャンプして左に行けばいいのかな。みんな勘違いしないでほしい。僕がバカなわけじゃないんだ。バカにさせてくる制作者が悪いんだ。それでバンジ解決だ。バンジや銀ちゃんだ。よろずやだよつまんねえ。あ、なんか変わりそうじゃない。なんで変わんだろうな今の。え、次変わる。うわ、なんでピッピッピで変わる。これブロック違うじゃんね。次も変わってくれんのかい。なぜ変わらないんだ。ピッピッピッ、もうすぐにドアに入っちゃおうか。さあそろそろゴールがあってもいいと。あったね、石をやし。さあゴールのお時間ですよ皆様。石H をオンオフをか変えないのか。無事生還したね。いや上なんなんだろうな。上切る。ちょっと待ってくれって。なんか嫌な予感しかしねえなこの土管。右のびっくりブロックはあれ絶対チェックポイントボロシなんじゃないの。なんだそれもう入っていくしかねえ。こっち入っていこうか。そうしたら脳天書いてる。これは透明土管が見えるね。うわ透明土管結構続いてる。絶対チェックポイント位置のところまで連れて行かれるんだよ。なんだ何が来る。焼き服が。次だ、次こそ絶対にゴールするぞ。この上ででんぐり返しをした瞬間に幅跳び。それで絶対ゴールができるんだ。いやもう常に悲鳴を浴びてる人みたいになっちゃってるって。じゃあここどうすればいいの。一旦壁キックしてもう一回ヒップドロップでこれでいけるみたいな。やったいや本当に楽しいコースでした。バグもちょいちょいあったしね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、トロールゴールデンスペーシスアヘッドということで、これねタイトルの通りトロールだと思うんだけど人画面コースなんですよ。しかも隠しブロックはありませんって書いてる。でねこれ人画面トロールなんだけどハートの数がめっちゃ多いのよ。しかもあのわらびさんが作ってるっていう絶対面白いこと間違いないよ。それじゃあ早速やっていきますが、クリア率は 3.99%。 いや僕ね人画面トロールコースめちゃめちゃ好きなんだよね。マリオメーカー全てのコースの中で一番好きだと言っても過言じゃないね。さあどんなコースなんだろうね。
そんなフェデデクねえだろ。マリオもそんなにはしゃぐなって。出せ出せ。なら開幕右ダッシュだ。なんかゴールできそうな予感が。それやめろ。もう真ん中に行こう。そっからどうするか考えようか。左にクッパクラウンが出てきたね。あのクッパクラウンに乗ればいいのかい。本当か、本当にそれ。待って、ゴールがこんなに目の前にあるのにめちゃめちゃ遠いな。じゃああのクッパクラウン無視しておいていい。そしてバネに乗ってゴールできるのか。ゴールできる予感しないけどね。ほだだが、しかし着実にゴールに近づいてきてるよ。右のバネに乗ってジャンプするふり、そっからジャンプすればゴールができる。ないね。右のリンク何なんだろうな。あのリンクを取ってどうするかなんだけど。もう全て見切ったもんね。このリンクを取ってこのバネの上に乗ればゴールができるんだ。ゴールはいつゴールマジで神コースやろこれ。たった一画面でこんなに騙すことできる。じゃあこれでゴールできるでしょ。じゃあ本当にすごいね、この人画面トロール。めちゃめちゃ楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、マリオメーカー1ですね。ちょっと面白そうなコース見つけたからやっていいかな、できるかなというこのコース。多分上のプラパンを見る限り P スイッチを踏んだ瞬間即終了のコースだと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は乗ってないな。マリメ1って乗ってないんだ。まあダウンロードした時 1.7% ぐらいだったような気がする。それじゃあやってくね。いや、マリオメーカー1ってさ、マリオメーカー2とかと違ってスタート位置とかにいろいろ設置できるんだよな。さあ、この P スイッチを踏んだ瞬間即終了っていうコースだと思うんだけど、とりあえずこれ投げてって右に行けばいいだけじゃないの。え、すげえ簡単そうなんだけど。で、あ、待って待って、これ左の鍵取らなくちゃいけない。なるほどね。じゃあこれを投げまくってどうやって取るかなんだよな、これ。え、これジャンプしたら、いや、ダメだよな。あっ、奪っちゃった。とりあえずこれ右に手、どうしようこれ。え、パンって重な、あ、なんか重なってるような気がする。これ置けばいいのかな。置いたらどうなるかなんだけど、あ、置いたらさ、なんかマリオと同じところにどんどん重なってるような気がしない？ほらほら、だからそれを、いや、いや、閉じ込まってしまった。ピー、でももう分かったよ。このスタート位置からピースイッチをマリオのところに重ねていけばいいだけなんじゃないかな。それであの鍵に届くみたいな。ピースイッチ何個重なってるか分かんねえな。とりあえず右の方にやっておいて、そしてここでジャンプしたら、置くことは絶対間違ってないと思う。こっからどうするかなんだよな。投げて一旦置く、置くで紙キックできるんじゃない。オッケーオッケーオッケー。そしてこっからどんどん右に進めばいいだけだと思うんだよね。さあ投げまくっていこうか。多分これで右のドアに行けると思う。大丈夫、また閉じ込まったりしないかな、これ。あ、全部置いてってみようか。左に置いてみる。マリオの右にある P スイッチがあるじゃん。それを持って左向いて置いてってみようか。これ無限になんか来てない。ちゃんと右の P スイッチ持ってる。ちょっと投げてみるね。投げて、いや、これ右の P スイッチ持ってないような気がするんだよな。あ、来た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 。これで右にどんどん P スイッチ置いていく。いや、これちゃんと進んでんのかな。あ、進んでる進んでる。ちょっと早送りしようか。同じ場面ばっか見せちゃうの申し訳ないからさ。すげえ地味な作業。いや、しかしマリオメーカー2じゃできないことをマリオメーカー1でできるっていうのはめちゃめちゃ新鮮で面白いね。さあこれで鍵に入ってゴールっていうことか。いや、本当に面白かったねこれ。また面白いコース見つけたらやっていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。ちょっと待って、僕すごく気になることがあるんですよ。これ P スイッチをどんどん左にやるじゃん、鍵を取らないで。もう P スイッチ投げまくってとりあえず右に行こうか。そしてさ、 P スイッチを踏んだ瞬間ゴールできるんじゃねえかなって思った。多分ね、やりたいこと分かったと思う。上のプラパ結構隙間あるじゃん。だから P スイッチを踏んだ瞬間右にジャンプすればゴールできるんじゃねえかなと思うんですけどね。わざわざ鍵を取らなくてもさ。さあこれで本当にいけるのか。 P スイッチを踏んだ瞬間ゴール。見たか、これが一発マリオ名人だ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。